はい、レオンです。今回もね、ダイソーで購入した厚手ウェットティッシュ50枚入りの開封レビューやっていきたいと思います。はい、ラボルゾ。これかなりコスパ高いですよ、これ。今新型コロナウイルスが流行してるので、特にこれ、前から人気商品で結構在庫がなくなってたんだけど、今新型コロナウイルス2月の後半あたりぐらいからもうかなり売れて在庫切れが結構多いんで、在庫がある時に多く買いだめしたりしてるんですよ。これとってもいいです。家の掃除とかねやる時にも結構使えますね。電化製品なんか拭く時これで拭いたりするっすね。さすちょっと読んでいこうか。ちょっとズームしてるからね。優しい手触り、こだわった厚手ウェットティッシュ、スパンレース付箋フォーリングのってもこれ使用、厚手50枚入り、優しい手触り、サイズ 14cm×20cm、 5.5 インチ ×7.9 インチ、ウェットティッシュ。価格は大丈夫か。使用上のご注意、ご使用前に必ずお読みください。お肌に異常があるためあるとき、お肌に合わないと感じた場合は速やかにご使用をおやめください。傷口や粘膜、顔へのご使用はおやめください。万一身に入った場合は 水で注意深く洗い流し、速やかに医師の診断、手当てを受けてください。長時間使用した場合や、アルコールに敏感な方、皮膚が敏感な方は、肌荒れなどを起こす可能性がありますので、ご注意ください。シートは水に溶けないため、トイレに流さないでください。シートの乾燥を防ぐため、使用後はきちんと蓋を閉めてください。また、開封後は早めにお使いください。日の当たる場所、高温になる場所は避けて保管してください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。使用後は各自治体の指示に従って正しく処理してください。サイズ約 140×200mm、 材質ポリエステル04、成分メチルパラペン、メチルパラベンって書いてあるのかな、エチルパラベンエタノール、塩化ベンザルコニウム、精製水って書いてますね。早速ちょっと開けて、もうすでに開けて使ってるんだけど、ちょっとこれ動画開封レビュー撮りたいからね、ちょっと今回も開けるんで、ちょっと硬いんですよ意外と。カッターかなんかだったらいいけどね。ボールペン刺してやりますかね、このタッチペンの。よし、開封です。ちょっとズーム強いかな。あ、ちょっと潰れてた。ここだけ開けて、これとってもおすすめです。いろんなウェットティッシュダイソーにいっぱいあるんだけど、こっちの方がいいですかね。ボトルタイプとかいろいろあるでしょ。ただ詰め替え用のやつとか、これがいいんじゃないかなと思うんだけど、これこのシールを剥がして捨ててくださいって書いてますね。結構硬いから、1枚、これ50枚入ってるんですよ。こういった感じで1枚、また取りやすいんですよね。これこうやって、そしてこう締めた方がいいです。閉めて、これですね。ちょっとピューコちゃん拭いてみようか。洗ってるんだけど、たまにピューコちゃんをきれいきれいにしていきますか。気持ちいいってますよ、本当に。ハンヨンもきれいに拭いて、かわいいでしょピューコちゃん。
ピオコ隊ってやったでしょ、あの俺たちよ金属で通太郎がなんかなんていうの、磯の波平みたいなハゲ面で眼鏡かけてなんかひよこの体でなんか何人か引き連れてひよこ隊っていう結成してたからね。それでピヨコはアヒルジャガーガーだったかな。だからそれでつけたんじゃないんだけどね、たまたまピヨコっていう名前にしたんだけど、最初に思いついたのがピヨコだったんで、キレキレになったからこういう感じで、ちょっとまたいつものように自分が YouTube に登録してるチャンネルの動画見ていこうかなと思ってますね。最初ちょっといっぱい入ってくからね、重いんですよ、あの閉まりにくいね、中にちょっと入れないとあれ入らんな。これで閉まらんね。閉まった。ちょっとズームにしすぎてから感じで、ブルートゥースオンしてちょ切ってるんですよ。オンにすると。今音が鳴ったでしょ、さっきこじあれ見てたからね。誰の見ようか。最近この人の動画もチャンネルも登録したんですよ、亀田四郎、あの亀田三兄弟ね、亀田光輝、名前後忘れたんだけど、この父親なんだけど、なんか面白そうなんで、どの動画見てみようか。まだ一本も見たことないんですよ。この亀田四郎もブルースリーの大ファンでしょ。ブルースリーのなんかバラエテレビでバラエティ番組でなんか今 YouTube の撮影やってるみたいな感じで言ってて、なんか部屋になんかブルースリーのフィギュアとかいろいろ飾ってたからね。なんか鉄板焼きとかなんかあったんですよ。鉄板なんか向いてて。やっぱ大阪人だからね、お好み焼きやっぱり食べるからね、お好み焼き主食ですよ大阪の人ってね。 お好み焼き普通の人はお好み焼きだけ食べるでしょ。大阪は違うんだよね。 お好み焼きあれおかずになってんだよね。で昔 まっちゃんが言ってたんだけど、お好み焼きとおかずにしてご飯と一緒に食うとかなんか、で他の地域の人なんかあれこれおかしいよって言ってたんだけど、お好み焼きをお好み焼きで食べるんでしょ普通は。いや大阪はちゃうん、なんかお好み焼きはおかずで、でご飯と一緒に食うのが大阪では常識やでとかなんか言ってたんだけど、で合うかもしれないと思うけどね。どれ見てみようか。あこれ見てみようか。放送事故レベル、寿司屋で食レポしたら店主がマジギレ。やらせに入ってないかな、でも分からんけどね。シューやらせてもいいんだよ、ま、もしね、仮にね。リモートワーク OK。 それでも面白ければいいんだよ。のお仕事も求人ボックス。はいこんにちは、亀田四郎です。今日はねちょっとまあ以前に出てくれた上等のテルが今日来ます。結構ドスがきっていいよね。ここ宮古寿司の寿司が食べたいからちょっといいよこの連れて行ってくださいっていうリクエストなの。亀田四郎チャンネルで娘可愛いんだよな。ただ食べるだけであかんから、また俺がちょっと悪さを仕込んでおります。おその悪さはちょっと中野お姉さんにも協力してもらって、協力来るから、うん、でまあ宮古寿司の、まあ、俺らのインスタとか見てるから、
食べたいねんて、うん、で 食べたいねんて、で食べて、まあ今日の企画としてはビーバップの映画あるやんか、うん、あの映画のちょっとまあシーンみたいなのあるやん、うん、あのシーンを振り返ってちょっと喋ろうかなっていう、全然関係ないんだけど、はいはいはい、それはどうでもいいね、それはどうでもいいねんけど、そういう企画やでっていうことを本人に言ってるわけ、はいはいはい、まあ食べて、まあ過去どんな映画やったんや、俺あの時の映画のシーン好きやねんと俺言うから、うん、でそれを振り返ってモノさんの寿司を食べると、はい、年は上だと思うけどね、マグロをまず出して、あいつのちょっとあのセリフは、この人じゃない、この人は俺よりだいぶ上だよ、60代ぐらい行くのしたで、分からないけど、ほんで玉での寿司を出てきて、うん、うまいってまた言うのかっていうのを俺はちょっとやりたいだけ、ああ分かりました、でそこで、まあ、モノさんもやっぱりちょっと腕にやっぱり自信あるから、はい、お職人としてちょっと飛ばそうか、面白いと思います、おもろいから、ああ楽しみです、これうまくできるかいけんかも分からんで、これマジでどっちにしあれをちょっとこれぐらい置いとるか、はいはい、いいよ、いやー準備 OK です、ではテルを待ちたいと思います、寿司屋の板もすごいよ、ドッキリスタート、はいこんにちは、亀田四郎です、今日はね、横浜からテルが前も一遍出たな、はい、チャンネルを見てると、はい、ここが出ましてね、非常に美味しそうなんで、ありがとうございます、ね、いつか連れてってくださいよっていう話をしてたんです、まあ今日はもう男2人やけどな、そうです、ちょっとな、男2人でビーフ丼で乾杯して、はい、宮古寿司を食べたいと、はい、そのきっかけ、よろしくお願いします、ありがとうございます、で、口に入れる時になるとあれ成功にできた、うん、やっぱそこはなんかけじめをつけてましたね、やっぱりか、うん、やっぱ可愛かった、宮古寿司に来るの楽しみしてたわけで、そう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 サーモン、サーモン、ね、サーモン、ここのサーモン姫めっちゃ好きやかな、宮古寿司のサーモンめっちゃ好きやかな、あ、何が出るかな、何が出るかな、お、ガンうまいですね、またガリや、サーモンの言葉は、サーモンは、モンはが出たやつは俺やん、信号とか、はいはいはい、悪いけど、はい、テル一番、あ、やっぱし、俺はな、あ、やっぱし、俺はな、俺はな、あんなめっちゃ怖いだ、あんなおったら、あ、うまいっすよ、加藤と、はいはい、あの中で俺は一番主役は求んないよ、テルは、ああ、ありがとうございます、俺はな、はいはい、俺はいね、まあ仲間、加藤もそうやけど、ね、うん、まあミポリもそうやけど、はい、俺は一番主役は求んない、この人ビーバップに出てたの、俳優なの、あれがインパクトカリスマ歩いたら、はい、テルやと全部あるやんけ、あれなんや、いろんな、いろんなシリーズ、そうですね、6作あります、6作の中で仲間と加藤の相手が出たやつはおるやんけ、信号とか、はいはいはい、悪いけど、はい、テル一番、あ、やっぱし、俺はな、あ、やっぱし、俺はな、俺はな、あんなめっちゃ怖いと、あんなおったら、なにこれ、おい、はい、フナちゃん、こういう人出てたら、うなぎが出るんですか、そう、うなぎ出る、じゃあこれこのままですか、もうこのままこのニキビ入ってるんですね、あれなのかな、キクリンのそばにいた、やめられなかったかな、こんなです、ペロンチョで、あの人の面影あるのは名前なんだかな、うん、あのキャラ名前忘れたけど、ペロンチョで、ペロンチョで、うん、こっからドッキリがスタートする、これはもう、え、これはどう、これはどう、なんだろう、うまいっす、なんやこれ、なんやこれ、新しいやつ、これうまいって出るんかな、だから これね、新しいやつ、ここのエビはめちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい、これこれ一番好きやん、まあちょっと待って、兄貴の前ですけど、ああ宮古さん、まあないっすよ、あれ、な、いや、いいっす、いいっす、え、どういうこと、俺、どう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 、お、何出る、どないやん、これはまずいっすね、え、ま、これはちょっともう失敗だと思います、これごめんなさい、新メニューあかん、これ新メニューあかん、これは新メニューなんですか、そう、新メニュー、あ、じゃあ、もう全部新メニュー、え、みやこセット今日、あ、初めてばっかりやから、なんてちょっといつもみやこセットなんておかしいっすか、なんかさっきからさ、なんかもう気になる、気悪いわ、えせっかくやっていてんのに、あ、この2人があれなのか、仕掛けて、仕掛け人なんだな、正直に、何、正直に言えって言ったじゃないですか、しゃあない、しゃあない、うまないってことだろ、だから
いやいや、うまいんですけど、ただあなんじゃあ俺もな、これな、しろちゃんな、この二人でドッキリを仕掛けるって言われてやってるんだけど、逆ドッキリみたいなのあるから、カレーも入れとかなあかん、表やってこれか話を。いやいや、ちょ、求めてくれや、何そうじゃないっすよ。まあ今日のまあ放送連続はやめとこ、今日はやめとこ、それしゃやな、怒ったから最近 YouTube、 YouTube ドッキリ企画多いね。正直に言えっつったじゃないですか。すみません、本当に。いや、なんか、すみません。このドッキリでさ、演技だけじゃなくて、演技だけでもいいんだけど、ちょっと暴力的になるんだけど、ちょっとした物壊しとか入れたら、混ぜたらね、よりリアルになるからね、より相手を信じてもしれないからね。昔のドッキリ丸広告だったんだけど、まあ、あの逮捕されたんだけど、田代もレポーターで出てたんだけど、あれ、すごかったよ。いいかなと。まあ、そんな感じにしたらどうなのかなと思って。まあ、考えてくれたよ。まあ、そういう的に考えてくれたけど、俺さんがちょっと気があるし、そうだって。YouTube で上げてんじゃないかな、レポーだけど、番組、録画してやつ。さっき上げてくれとったからな、店。あの吉田栄作が自転車でなんか普通検問所があって警察に止められてなんか切符を切られるっていうなんかこの偽警官なんだけど、なんか吉田栄作がマジギレしてね、なんか自転車も投げたりとかしてるんですよ。あれかなりすごいですね。あれそうは言っても、しゃあないわ。面白いな。しゃあないわ。ドッキリ大成功。こういう感じだったんですよ。すごいな、本当に申し訳ないです。これしゃあないわ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 。チャンチャチャンって音楽が鳴ったんですよ、BGM が。田代とか小浜も出てたね。伊達さんがもうちょっと演技してくれたらぜひ一度食べに来てやってくださいよ。ってことで偉いね、これ。このお店の宣伝にもつながってるからね。亀田四郎のチャンネルいいね。チャンネル登録してよかったな。はい、あとこれだったよね。はい、以上にしたいと思います。これズームアップしたりズームインしたり結構忙しいね。はい、以上にしたいと思います。今回はね、ダイソーで購入した厚手ウェットティッシュ50枚入りの開封レビューに YouTube の登録チャンネルの動画を見てみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。